あのダイハツから再びお知らせがありまして、1月23日のニュースリリースによりますと、認証不正問題に関して国内全完成車工場の1月までの稼働を予定していたものの、滋賀の竜王工場、ダイハツ九州の大分中津第一、第二工場、本社池田工場のコペンファクトリーに関しては2月16日まで延長することとなり、京都、大山崎工場に関してもダイハツトール、トヨタルーミー、スバルジャスティにおいては2月16日まで延長するものの、トヨタプロボックス、マツダファミリアバンにおいてはお客様の声や仕入れ先の準備状況などを踏まえ総合的に判断する形で検討するとされております。そして今日1月30日国土交通省より立ち会い試験などの結果、ダイハツミライス、トヨタピクシスエポック、スバルプレオプラス、ダイハツハイゼットカーボ、ダイハツアトレー、トヨタピクシス1、スバルサンバー1、ダイハツハイゼットトラック、トヨタピクシストラック、スバルサンバートラックの10車種について道路運送車両法の基準に適合していることが確認されたことから、出荷停止の指示を解除するとされております。引き続き国土交通省の指示に基づき認証当局立ち会い試験などの必要な対応を行っていくとともに、お客様の日々の生活をお支えする車としてお乗りいただくお客様に信頼いただけるかを丁寧に確認していくとされております。今後出荷生産再開にあたっては、販売会社や関係仕入れ先の皆様と密にコミュニケーションを取らせていただき、混乱をきたすことがないよう準備を進めていくとされております。今後も皆様がダイハツの車種に安心かつ安全にお乗りいただけるよう、これからもよろしくお願いいたします。